大人っぽくないって、ありがとうありがとう、普段ありがとうございます。どんどん言って、そういうこと顔が白い、変えたからかな、ライト。服ありがとうございます。服ありがとうございます。服ありがとうございます。たくさんありがとう。制服のコスプレみたいって、そうじゃ、そう三脚そのままかだって。え、昨日と同じのなんですけど、え、これ変えた方がいい。やっぱりちょっと買いに行けなくて買ってないんですけど、まだ昨日のままなんですけど、やっぱ変えた方がいい、このライト。服ありがとうございます。こんばんは、耳に星ついてますよ。だってこんばんは、耳に星つけてますよね。チラッと見える文字、首つからない、全然全然だけど、ご心配ありがとう。タコさんありがとうございます。ね、モータン足真っ赤だし顔ピンクだけど大丈夫ですか。これカビだよねえねえねえ、これカビだよ。モーにツッコミ役やらさないでもろてコン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 、ありがとう、ワンコワン、ありがとうございます。ツッコミ上手くなったなーだって冷静すぎるツッコミって、またまたほんまやー角生えてたって、あ、そうなんですけど、実は生やしました。もう本当ね、こう立ってほしいんだけど、なんか立たなくてちょっと寝てる。え、ここだとほん全然わかんないねここだと本当にただ単にね、下ろしてなんか派手なイヤリングしてる人みたいになるんだけど、ちゃうんよちゃうんよ。なんでつけたの、なんでつけた、え、なんていう髪型なのって、え、わかんない。なんかよくなんかインスタとかにそのなんか出てきてたからやってみた。めちゃめちゃ簡単だよ、ゴムでチュッチュッチュッってやる、本当に15秒ぐらいでできる。サイン鑑定が高いってありました。だってそう、ツイッターにもね、なんかチラッと書いてあったのを見たんですけど、全部見れてないんですけど、まだツイッターじゃないですね、サイン会と手が高い当たった方、よくありがとうございます。当たった方ははいはいはい、あ、みんな当たってんじゃんねえ、チーンだって、あれ当たってない、え、てかさ待って、え、モモってさ連絡来てないってことはまた外れた、うん、え、また外れた、あ、またも当たってんだって、うぃー、すごい、ありがとう、つけてね。外れメールも来る、え、ママパパから聞いてない、サイン完売みたいだって、え、モモ、え、スタさんが、あ、スタさんがモモえ、どっちね、外れメール来るの、え、あ、サイン当たった、さん完売した、サイン、あー嬉しい、ありがとう。モータンも完売らしいよ、でも、あ、モータンも、あらー、やった嬉しい、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、ありがしい、ちょっと無理だった、嬉しい、楽しみ、ちょっと下手になっちゃう、服ありがとうございます。コン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 、メリケンコのおこまん、ありがとうございます。モータンの手形2つしか当たらんかった、だって、え、何枚申し込んでくれてたのね、
だっていいから決算忘れないようにしないとだってらしいです。あの普通にちゃんとお金を払わないとってことよねあの当たってでもらわずちゃんと最後まで行って、あのモモタンのサインゲットしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、決済、そういうことですよ、ですよねえ、モモ当たったのかな、ちょっとその手形、外れたのかな、聞きに行こうかな今いいやってた、あらありがとう。なので皆さん待ってまーす。今パパに聞いてきて、今聞いてくるか、パパパパ、弟の声がする横から。もうすぐ手形会とサイン会があるのでぜひ皆さん楽しみにしててください。いいね、ありがとうございます。そう、今ね、ショールームでは服ありがとうございます。ショールームではやっぱりね、お名前とかが休み取りましただって、ありがとう、わざわざ嬉しい。そう、ショールームだとやっぱりね、壇上にねなってくれた方とかね、コメントくれた方、ギフトくれた方、そうが、そう、お名前ね呼びたいんですけど、ももの1年300、ももの毎日アイドルが365日になる1年になる前、ちょっと前ぐらいにお名前の呼びがそうダメになっちゃったから、だからね、そう、唯一やっぱりみんなのお名前呼べるのはトーク会とそのサイン会、手形会でしかないから、そうだからね、やっぱりもうそんな前なのか、そうなの実は、だからね、やっぱりみんなのねお名前を呼べるっていうのもすごく嬉しいです。かれこれそんなに経つのか、そう、もうなんか頭文字だもんね、ずっとそうだから、そうやっぱね、トーク会とかはねちょっと需要があって来れないよって方とかの名前も、そのオンラインサイン会、オンライントーク会とか、そのサイン会、手形会だけではそう呼べるので、だからね、ですね、モータも大人になるわけだ、だって、そうだよでも本当にもう一回改めて言うんですけど、乾杯めっちゃ嬉しいめちゃめちゃ嬉しい、そう、福ありがとうございます、もうめっちゃ嬉しい、かける100 そ
ってことはそれだけやっぱモモのねそのサインだったかな、そうサインをそうそのなんか欲しいって思ってくださってる方がいるってことが本当に嬉しいのでそう本当にありがとうございます、ありがとう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 嬉しいね、そういやどんなサインになるのかな、だってねスタッフさんがそのなんかウォーのサインを新しいサインを見た時の感想は、おおこれは平野ってわかるねって言われたね、そうっていう感じのサインです。だからあのそう楽しみにしててほしいんですけど、そうなんとなく予想つくよくありがとうございます。そうそうスタッフさんからそうマネージャーさんが言ってくれたのは、そうハードル上げるね、あいやもうあんま上げない方がいい、あんま上げない上げないときたいんだけどそう一発でその一発見ただけですぐそのモモってわかるサインになってますね、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう何かをね楽しみにしててほしいです、よろしくお願いします。そうじゃないと、いやー、なに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 、ね、え、でも本当に嬉しいです、ありがとうございますね、コン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 、メリケンコタワコワン、ありがとうございますね、うん、まるまるかな、んー、ちょっと違うかもまあまあまあ、前回も1時間前だったはず、そうだっけ、 でもなんかすごいね、みんなが買ってくれたっていう、そう欲しいって思ってくれたっていう、しかもなんかサイン会って方がいて、その始まる前に、そう始まる前に自分のそのモモのサインを欲しいって思ってくださって申し込んでくれたファンの方の名前のね一覧がもう紙に印刷されてあって、そう見れるんですよ、そうだからそれでそうやっぱり、あ買って、あなんか、あはいはいはい、なんかね、そうみんなもね名前があるとねすごい嬉しい、そうそうやっぱね、なんかあのコロナだからその東海行くのはちょっと危険だから、そのそうサイン会だけ申し込んだよとか手形会だけ申し込んだよとか、そういう方もいるのですごくね嬉しかったです、ぜひ楽しみですなのでね皆さん決済は忘れなくそう決済をね忘れちゃうとサインがねもらえなくなっちゃったり手形がもらえなくなっちゃったりねするので、本名も名乗るので、本名じゃなくて多分ねあだ名で書いてくれればあだ名のままそのまま呼ぶから、福ありがとうございます。でもモモの場合は結構その25日までだって、あと4日間、そうモモの場合は結構そのファンの方のお名前はあるけど、そのなんていうの、お名前はあるんだけど、そのお名前からさらにアレンジして呼んでたり、そうっていうする場合があったり、そのニックネーム、その例えばその紙に書いてあるやつはサンで書いてあるんだけど、モモはチャンで呼んでたりタンで呼んでたり、そう結構いろんな呼び方で呼んでるので、ファンの方の名前だからいつもスタッフさんにサイン会とか終わった後に名前書くじゃん、でこちら印刷の紙と違いますが、こちらの呼び方で正しいでしょうかっていうのがめちゃめちゃある
楽しみです。ハグありがとうございます。ね、やばい、サインハードル上げちゃったね。ごめんね、なんか。そう。呼び捨てファンタジー。呼び捨てでよろしくね。そのままでいいんでしょ。私呼び捨てでした。あ、呼び捨てだ。そうだ、確かに呼び捨てだ。ふくありがとうございます。ね。は、楽しい。なんか、なんかね、そう、元からね、ずっと楽しみだったんですけど、みんながそうやってなんか当たったよとか言ってくれるとなんかさらにね楽しみだね。あー、楽しみ。ワイも呼び捨てファンタジーがいいのだって。あ、呼び捨てでいいの？オッケー。書いとこう。うん。はい。呼び捨て大好きって。でも今呼び捨て大好きって言ってくれた方はもういつもちゃんで呼んでた。ちゃんで呼んでたけど呼び捨てなんかいいかな。ね。初回さん、SK法廷とチーム S の15歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。今日は9時までやるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで。テロップを出したいと思います。じゃん、978日ありがとうございます。ピンポーン。今日は卓球を、前特会がサンボになった時もめっちゃ幸せだったね。その時と同じ顔してるだった。だって嬉しいだもん。ありがとうね。これは今日体育の授業で卓球をねやったんですけど、学校の体育の授業でで卓球をして4人ペアで4人組で、そのなんかトーナメント戦で4人1組で、その4人の中でトーナメントして1位を決めるっていう、でそのうまい子を選抜するみたいなのがあったんですけど、レイモンたちありがとうございます。だけどモモはお家に卓球セットまで買って、自粛期間ショールームとかでも卓球して、そう、絶対ねみんなよりね、そう、うまいんですよ。だけど、だけどあの1位から4位まであるんですけど、もう何位だったと思う？なんと4位。えーって感じよね。なんかさ違うの、なんかあのうんとなんかビリだった。しかもなんかお友達にもさめっちゃ、ねえももさお家に卓球セット持ってて、あの結構お家で自粛期間とか卓球やってたからめっちゃうまいのって最初に超ハードル上げちゃったの。なのになんか1回戦で負けちゃった、恥ずかしかった。で終わってから全然うまくないじゃんって言われて、すいません、なんかあんまうまくなかったって言っといた。めちゃめちゃ恥ずかしかった。全然あの私卓球苦手って言ってたお友達に負けた。はい、ということで978日ありがとうございます。ファイト、ありがとうございます。そう、予想通りで草って、草生やすな。そう、しかもさ体育の授業終わったと、終わった後ってさめっちゃさお友達に聞かれるじゃん、その、え、体育の卓球、卓球の順位何位だったって、めっちゃ恥ずかしい。そう、何位だった、あ、4位だった、えって。汗汗。
めっちゃうるさかったのを想像できる。やだ、想像しないでよ、そのまんま。そ、想像通り多分ね。ということで今日は目隠し番号タッチゲーム、イエーイ。それではまずはこちらをご覧ください。タンタタン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 、まあ、なんか下がっちゃうはい、またまた数字が出てきます。スマ生えてるんだ番号はテープを持ってテープテープ、えらく離れてるってやっぱそうだよね。ちょっとするんですけど、染め隠ししたら顔隠しになっちゃうよこれもう一個折らなきゃ。はいはい、目隠しをしたらみんなから投票で何番をタッチしてほしいっていうアンケートを取ります。そしたら目を隠したままこうやってあの5番をタッチって言われたら目を隠したまま5番をタッチできたら成功っていうゲームでーすどうですかそれ目隠しに適してないなってなかったんだもん、なんか目隠ししてどうやってアンケート見取るん、いやアンケートしてから10の中でどれをタッチしてほしいですかで投票終了してから何番って見た上で目つぶってホットマスクありやってホットアイマスクしたら眠くなっちゃうそういうことか。そう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 だよなって、そう、その超能力、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 超能力ない把握です。え、どうですかこの企画はい、ということで投票終了しまーす。やってみようだって。はい、4番低い位置だな。それではなんとなく4番が低い位置にあるってことを知った上で挑みたいと思います。待って、もう頭大きすぎてさ、頭大きすぎて結べない、ゴムで結ぶねやばいやばい、汗汗、頭大きいのバレちゃう。待って、あちょっと待って、なんかこっちのがいいね。それではあーあーあああ見えない
出しとこう一応。それでは、よーい、スタート。4番でしょ。で低くしたよ。勢いはよしていいやん。ちょ、わか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 、めっちゃめっちゃ触ってるとね。番号も触んない方がいいか。もう一回投票します。次は誰がいいですか。え、3回回ってから行くの。いいよ。1,2,3で OK OK。 いつも勢いはいいだよね、だって3回回ってからね。了解です。今回っても正論がツッコミしないでもろて。それでは投票終了します。ポチッとな。5。え、いや、めっちゃ同点。5、12がびっくりするほど同点なので、なんか一番上に乗ってた5番をしたいと思います。びっくりするほど同点だった。わあ、びっくり。それでは行きます。番組出したらキモい。それでは3回回っていきたいと思います。せーの、1,2,3。悔しいね、これシュールすぎて腐った。待って、じゃあ一回さ、あ、どうぞ、気にしない気にしないで投票してってください。ちょっとこちら個人練習し、あ、気にしないでどうぞ。あ、どうぞどうぞ。個人練習腐ってイメージトレーニング大切だよね。タタタタ10番だったら、タタタタタ、オッケー、これで完璧。いや、気になるって。はい、
2番 OK 上の方ね OK 上の方の左 OK 覚えた。それでは行きたいと思います。なんかどんどんお風呂上がりの前髪みたいになってるけど大丈夫かな。はい、見たら練習にならんやろ。見ないとわかんないよ。だってみんな声出ないもん。みんなのコメント欄声出たらいいのにね。トーク会みたいになっちゃうか。そしたら前髪出させてもろてピロッ。それでは行きます。よーいスタート。1、2、3。タタタタ。あ、来た来た。やっぱ天才やな。ありがとう。ありがとう。予想通りで草。過去2回目草やすな。それではラストやっていこうと思います。前髪、毎回前髪出す意味ある。そろそろ本気出してもろってなって分かった。そろそろ本気出すから、じゃあその間に投票しててほしいな。本気出したいぞー。いきます。せーの。あ、気にしないでどうぞ。投票しててもらおう。個人練習。はいはい。モリ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 。はいはい。モリ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 。はいはい。桃からばっかモリモリモリ。桃からばっかモリモリばっか。 OK。 ふん、準備体操いる？本気出す体操。何体操？本気体操。それでは終了したいと思います。初めまして、てんてんてん、あれびっくりしちゃったかな。初めまして、 SK ホテルと GBS の15歳の平野もなです。来てくれてありがとうございます。今番号タッチゲームっていうゲームをしてます。よろしくお願いします。はい、ということで投票を終了していきたいと思います。終了、ポチッ。10番また消えそうなところをみんなまた消えてしまいそうなところにしたね。本気を見せてもらうのやな、なんか怖い。画面から消えるゲームじゃないの。違うよ、やめて。10番難しいね。勝利の末っ子が遊んでくれなくなったから楽しい。遊んでくれなくなっちゃうの。
早いね。ぜひモーター見てって楽しんでね。それではいきまーす。絶対に消えないから。それでは前髪出させてもろって、それでは3回回っていきたいと思います。ラスト、いきまーす。1,2,3,4、あ、3回でよかったんだ。よし、スタート。画面はどこだ。わかんない。画面はどこ。え、画面は、え、画面どこ。え、なんか何にもなくなった。画面がここだから、こうしてもうちょっとこっちに行くから、ここら辺かな。画面消えてる、これ今。え、見えてる？見えてないかな。見えてる？それではタッチしたいと、え、下の方だったよね。タッチしたいと思います。いきます。え、下？え、下？下？どれぐらい下だろう、これぐらいかな。せーの。すごくない？え、ダンジだけじゃない。スカットジャパン、スカットできてないけど。にゃ、スラさんが狙いた。ね、そう、なんかさ、画面アウトを気にするとなんかどんどんさ、外で笑い止まらへんだって。笑い笑い。はい、ということで以上、なんだったっけ名前、目隠し番号タッチゲームでした。ありがとうございました。直させてもらって、え、これは何の紙。あ、結んだ紙か。お疲れ様でした。あ、いえいえ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。前髪ちびってきてんねんだって。自然にズボンなら SKE になっちゃうから。あ、今今日までですね、今日まで週刊スパさんのズブナレ SKE のページに、あのももたんが太鼓の達人のページで出させていただいています。ぜひまだ勝てないよって方はぜひ見てください。よろしくお願いします。宣伝上手って、ありがとう。ありがとう。スパさんがさっきツイッター載せてくれてたと。あれ、何を載せてくれた。もう見てないかもしれない。それ平野ももので調べたら出てくるかな。戻しまーす。チチチチチチチ。あ、映んない。はい、オフショットありがとう。あ、どういたしまして。どういたまして。スパ買ったよーだって。あ、そう、チェキもね、多分ね、応募すると何名に1名の方は多分当たるので、ぜひよろしくお願いします。ようやく今日のスパ買い、今日スパ買いましたので、ありがとうございます。470円だぞだって。470円だそうです。ぜひ見てください。動画を載せてくれてるよだって。あらー、ぜひじゃあ見てください。スパさんのね、ツイッターの方に動画が載ってるらしいので見てください。
太鼓の達人やってるももかな。ね、あのオフショットはかなり大人っぽくて草生やすな。はい、ということでお歌を歌っていかた30年前から読んでますって、あらすごいね、ね、すごい、タコさん5個だって。タコさんの表現すなすな、イヤリングつけます。これはねもう本当に小学生の時ぐらいにあの友達と遊んで買ったイヤリング。小学生に買ったんですけど今でもお気に入りで使ってます。うん、小学生だねあれは、6年生ぐらいかな。イヤーリング合わせてイヤリング、ココココココ、マリケアコのオコモン、ありがとうございます。いつイヤリング外してたんやだって。番号立ちゲームの時、はい、ありがとうございます。ということでお歌を歌っていこうと思います。急に真顔になっちゃうの草。え、あ、イヤホンさしてない、それはできないよね、ごめんね、いつもはしない、ミスをしてしまった、びっくりして今歌唱できませんって、なんでって思った。あ、できた、できた、刺してもろてだって、刺させてもろて、角に刺したらあかんで、まだダウンロードできてない、あ、できた、耳は、耳はこっちじゃなくてこっち。はい、ということで聞いてください、平野オーナでバイクとサイドカー。僕らは西へと向かい走っていた、君を乗せたサイドカー、僕のバイクで移動、蜃気楼が揺れるような
こかへ行こう。ありがとうございます。ブン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 っていうのがあるのね。そうだよ、ブンブンブンだよ、この振りが。ごめん、この衣装天才的に可愛くて大好きで。だよね、もうもうね、声もいいです。だってありがとう、嬉しい。音符ありがとうございます。サールームありがとうございます。音符ありがとうございます。服ありがとうございます。サイリウムありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。ね、ブンブンブン、蜂が飛ぶ、続くな。続くな、続くな。はい、これはね、一回だけユニット公演で歌いました。太田を聞きながらサイン手形解除、決済終了、決済終了しましたって。すごい推し、ごと早いね、ありがとう。楽しみに待ってます。ハートありがとうございます。ね、楽しみ、何回も楽しみ言っちゃうけど本当に楽しみ。そう、やっぱりね、今あのトーク会とかがないからこそ、そのみんなの名前を全員呼ぶことが、そうショールームでもどこでもできないから、そう、すっごく楽しみです。やっぱりお名前読めるっていうのもね、楽しみだよね。初見さん、SK ホテルとチーム S の15歳の平野オーナーです。切り替えてありがとうございます。みんなもね、だからあのお仕事の都合で見れないよって方はね、後でアーカイブで見てほしいんですけど、あのみんなもね、もう以上にサイン会って方会2月10日をね楽しみにね待っててほしいです。よろしくお願いします。このままランキングかな。うん、コン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 、マリガイコのワークマン、ありがとうございます。そう、ということでランキングを読んでいきたいと思います。ね、何度も見ます、ありがとう。それではランキング見ます。13位の新幹線プープーの方、ありがとうございます。中学生最後のねサイン会って方会だね。そうね、なんか今ね起きる行事っていうか、今起きるイベント、多分もうね、何でも多分中学生最後っていう言葉がついてきちゃうのがちょっと寂しさもあり、楽しみもありっていう感じだね。何でもね、やっぱこの前のトーク会とかもそうだったけど、何でもやっぱ中学生最後がねついてくる時期ですね今。12位のぴょんちゃんが一番に役したロボットの方、カキーン、アート、ありがとうございます。久しぶりにアートにしてみちゃった。11位の生まれたロボットの方、ありがとうございます。中学生延長するって、あ、それちょっと無理。それはちょっと無理かもしれない。ランキングが終わったのでもう一回読ませてもらって。13位、のマルタのボタンの方、ありがとうございます。12位、てんてんのふいちゃんのボタンの方、ありがとうございます。11位の平野オーナーちゃんの新山田のボタンの方、ありがとうございます。話が長いからです、喋っちゃうなもん。10位の真ん中の顔がおはぎちゃんのボタンの方、ありがとうございます。9位の生まれたのぼたの方、ありがとうございます。8位のうさちゃんが温泉に入ってる、パカパカパカ、
ありがとうございます。話が脱線するからランキング変わるねん。正論。中学生でやり残したことはない？あ、また話しちゃった。ない。もうね、十分楽しかったね。え、本当にもうほぼ、あと明後日か月曜日か火曜日にやる席替えを楽しみにするぐらいかな。ラッキーセブンの北海道のワンちゃんの方、ありがとうございます。6位マルのミツバチガールの方、ありがとうございます。やりきったことは何もありません。あ、マサナさんの卒業コンサートって言ったんだよね。それなんか見たことある、 YouTube で。5位のデカちゃんの方、ありがとうございます。最後の席替え。そうでもね、やり残したことないってぐらいもう中学校生活を楽しみすぎた4位の平野オナちゃんのボタンの方、ありがとうございます。知ってたって。知ってるよ、一回ね YouTube で見たことある。そうね、もう聞きながら、あれちょっとおかしい、あでも普通って思って聞いてた3位の野々内さんのボタンの方、ありがとうございます。あ、そうそうそう、今日からふくふくキャンペーンみたいな、ふくふくキャンペーンで20万ポイント達成したら化粧品だっけな、で30万ポイント達成したらもうちょっと豪華なやつがもらえて50万ポイントまであるらしいので、あぜひ皆さん、無料のがあるのかな、これはぜひあったらよろしくお願いします。2位のファンの方のコールみたいなお話の方、ありがとうございます。それでは行きたいと思います。ピンポンパンポーン、デカ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 、僕ありがとうございます。友達はの平野もなちゃんのお話の方、ありがとうございます。それでは、あ、無料もあるよ。じゃあ無料のがあったらぜひよろしくお願いします。それでは行きたいと思います。初めましてだって。初めまして、 SK ホテルとチーム S の15歳の平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。それでは行きます。せーの、 L O V E。 あーな、落ちた。さあ、平野オーナーちゃんのお届け方、ありがとうございます。僕ありがとうございます。それでは行きたいと思います。平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。なんかお金がいっぱい、なんかお金がいっぱい、え、こんなギフト初めて見た。なんかチャラララチャラララって来たけど、何これ、前にサングラスしたらボタンの方、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは嬉しい、ありがとうございます。センキューセンキューということでね、ごめんね時間がなくても。今日の大富豪は21時5分から
チでハーマでやりたいと思います。もう大富豪です。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。 Thank you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  嬉しい、ありがとうございます。ということで6015人の方見てくれてありがとうございます。楽しい配信ありがとうございます。こちらこそ。職員さん、 SK ホテルとチーム S の15歳の平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。ということで2人していきたいと思います。大富豪もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。それでは2人します。左手出して右手出してせーの2人。